はい。今日もだってこんばんは、フルです。本日もフルの弾き語り配信ラジオをお聴きくださり、本当にありがとうございます。こんばんは。はい。というわけでですね、今日もだってお送りしますよ。はい。でもね、今日も早いとこ、呼んでしまいますか、あの人。あの、だってる人ね。呼んじゃいますよ。036さん、聞こえますか？036です。はい、こんばんは。はい、こんばんは。結構、これ、毎回、冒頭滑ってんだけどね。はいはい、そうですね。そうそう。まあ、これも、ちょっと名物としてね。そうですね。うん、冒頭に滑るっていうね。そうですね。やっていけばいいんじゃないですかね。ですね。滑ると分かってて滑ってるんでね。はい、あ。全然気にしてないですもんね。うん、はあ、全然気にしてないです。いや、いいと思いますよ。はい。はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、で、まあ、今日もね、スカイプでですね。まあ、いつもね、一緒にいるわけじゃなくて。そうですね。スカイプで、まあ、北海道の札幌と、まあ、歌市内。はい。036さんいるんで、まあ、そこでスカイプで話しながらそれを録音しているんですが。はい。が。はい。が。まあ、ここまでね、はい、放送いろいろ聞いて、ね、何回も聞いてくださっている方は気づいたかもしれないんですけど。はい。まあ、徐々に僕たちもね、はい、改善してってるんですよ。いろんな部分。そうですよね。うん。まあ、より良いね、放送をお届けしたいなっていうふうに強く思っているんで。うん、そうですよね。まあ、最初、036さんが出てきた時から比べたら、ま、いろいろ音質の部分とかね。そうですよね。うん、そこがもう、劇的に変わりましたよね。うんですよね。はい。まあ、ちょっと音量のばらつきとかね、あったりとか、うん、音質の部分でね。うん。まあ、こもってる部分とかね。そうですね。結構解消してきたんで、まあ、よりね、クリーンな、おだちを、僕たちのおだちをお届けしたいなっていうふうに思っています。はい。はい。でね、ちょっと、036さん、あとね。はい。ちょっと鼻息かな？はい。あとまた改善できる部分としては。はい。あ、すっごいですよ、風。あ、そうなんですか？はい。うん、なるほどね。マイクにはブオンブオン言ってるんで。あー。うん、ちょっとそこかな？そこぐらいかな、あと。ああ、なるほどね、うん。どうしよう、これ。多分、036さん、ちょっとマイク、あれ、松山千春みたいな感じで。はい。ちょっと横につける感じの方がいいんじゃないですか、口の。なるほどね。そしたら風がね、直で。はてじな、いーって感じですか？はーはーとーらとーって感じですね。ああ、似てますね。あ、似てますか？はい。はい。まあそういう感じ。じゃあちょっと口にね。なるほどね。当てて。やっていきましょう、今日。ですね。はい。小指立てなくて大丈夫ですかね？小指立てなくて大丈夫ですかね？あ、じゃあずっと立ててられるんだったら立ててもらってていいですか？あ、了解です。立てて。まあその方が、はい、はい、多分、リスナーの方に、まあクリーンなものをお届けできると思いますからね。そうですよね。はい。じゃあ小指、お願いします。はい、立てときまーす。はい。はい。で、まあそれでは、まあ今日の企画、まあ前回からの続きですね。はい。まあちょっと、僕たちも、まあ、深いところまでね、相談、ね、乗ってったんで。はい。ちょっと思ったよりも時間がかかって。そうですよね。ちょっと、800あるうちの2つしかね、ちょっと、紹介できなかったんで。そうですよね。まあ、今日もちょっと時間が許す限り。はい。はい、相談乗っていきたいかな、っていうふうに思います。おだつの泉、フルト036からのスピリチュアルメッセージ。ということですね。はい。はい。うん。まあ、前回のね、相談者。はい。結構お礼のメッセージとかいただいてますよ。ああ、なるほどね。うん。よかったですね。うん、参考になったとかね。ああ、それならよかったです。うん、はいはい。はい。まこっちゃんまこっちゃんも、はいはい。うん、まあ、ね、うん。そもそも間違ってましたっていう感じでね。ああ。言ってましたよ。まあ、おだちますっていう感じでね。なるほどね。飲み込み早いんですね、うん、まこっちゃん。いやー、素直。なんでしょうね。ですよね。はい。まあ。絶対伸びますね、まこっちゃん。うんですよね。はい。まあ、だから早速ね、ブリーフ一丁で投稿したみたいですよ。お次の日。なるほどね。うん。素晴らしいですよね。うん。うん。いや、でも、ちょっと、だから、でも、S サイズの女性ものおパンティって言ってましたからね。はい。うん、まあ、それで投稿、ね、できると思うまで頑張って。
ってほしいなっていう、ね。そうですね。うん、はい。はい。うん。まあ、うん、この調子で頑張っていってもらえれば、まあ、ね、まあ、なんら、その、ね、まこちゃんが一番最初に言ってた、人に注目されたい。っていうことに関して、うん、全然、それを、その難題はクリアできるようになっていくということですね。うん。だから、まあ、ブリーフでもね、まあ、はい、はい。はい。注目はね、そうですね。集めれたんで、とりあえずね。うん。はい。まあ、成長してますよ。ね、うん。でね、この、まあ、この、その相談を受けた後にですね、はい。やっぱりちょっと僕自身も、体力ものすごく使ったんでしょうね。はいはい。すぐ、あ、やっぱりね、うん、スピリチュアル的なエネルギーね。そうですね。で、使って。眠りこけてしまって。あ、そうなんですか。はい。はい。まあ、で、高熱ちょっと出してしまったんですけども。あ、大丈夫ですか。はい。はい、で、その時に見た夢がですね。はい、夢。はい。はい、まあ、小学生ぐらいの男の子が、うん、上半身裸で、はい、木綿のパンツを履いてるんですよね。はいはい。はいはい、で、その状態で、緑色のランドセルを背負ってると。緑？はい、緑色のランドセルなんですよね。はいはい。はい、で、そのランドセルに、うん、そのランドセルに、うん、なぜか、乙女心って書いてあったんですよね。ランドセルに？うん、はい。そういう夢を見たんですよ。だこれ、うん、だこれね、はあ、もしかしてもうこれをまこっちゃんに伝えろっていうことなのかなって僕思って。だからあれじゃない、ひいおばあちゃん。ああ、から僕を通してきたんですかねっていうことなんですかね。じゃないですかね、はあ、おそらく。はい、あ。うん。まあ、直接行けばいいのにね。うん。伝えてほしいってことなんでしょうね。まあ、ゼロさんの口からね。はい。だからまあ一応、まあ実践するしないっていうのはとりあえず、まあ別としてっていうように前置きはさせてもらいますけども。はい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 。まあとりあえず木綿のパンツを履いて、はい、緑色のランドセル。はい。で、乙女心と書いてください。わかりました。はい。はい。はい、まこちゃん。まこちゃんもし聞いてたらね、この、今回のラジオも聞いてたら。いや、聞いてると思いますよ。はい。はじゃあ、まこっちゃん、ね、はい、まあ、いきなりちょっとね、ハードル上がってんだけどね、急にね。うん、そうですね。うん。うん、まあ、ちょっと、まあ、人アイテムからでもいいですよね、まずね。そうですね。うん。まあ、最終的にそうなればね。うん。うん、だ今すぐってことではないと思うんですよね。いや、そうですよね。はいはいはい、うん。それはちょっと無理ある。うん。ね。だから、まあ、いずれここにたどり着けってことなんかもしれないですし。でしょうね。はい。まあ、完成体がね、はい、まあ、そういう、うん、はい、いやね、まあ、こっちゃんね、まあ、うん、はい、そうしてみてくださいよ、はい、はい、まあまあ、2番目のアナリストさん、はい、アナリストさんも受け入れるようにしたらしいですよ。ああ、よかったですね、マーガリン。ああ、うん、よかったです、よかったです。それからもう毎日ですって。ああ、うん、マーガリン塗りたくってんですね、そしたらね。うん、うん、良かったですよ。良かったですよね。うん、やっぱりピスタチオ。はい。聞いたと。うん、ああ。置いた途端だったみたいなんで。あ、なるほどね。うん。そうそうそう。うん、良かったですね。本当にね。良かったね。うん。いや、なんか人のためになるって気持ちいいですね。気持ちいいですよね。本当にね。うん。うん、いや、良かったよ。役に立って。うん、本当に良かった。うん。はい。じゃあ今日も役に立ちますか、世の中の。そうですね。はい。じゃあ、早速、はい。はい。じゃあ、いきますよ。はい。質問届いてます。はい。はい、ペンネーム、はい。ぬれよんちんちゃん。はい。49歳、会社員の方からの悩み相談です。はい。はじめまして。はじめまして。ふるさん、0363に相談したいことがあります。はい、はい。性欲が止まりません。はい。人混みの中でも常にいやらしいことばかり考えてしまいます。ああ、はい。先日、うん、親戚が亡くなったのですが、はい、その時のお葬式の場で、はい、個人の遺霊の写真を見て、はい、
歌ってしまいました。ああ、はい。そして、はい、そこから、所要時、立ちっぱなしになりました。ああ、はい。私は最悪、最悪、はいはい、静香ちゃんの入浴シーンでなんとかなります。はい、うん、このままではおかしくなってしまいそうです。はい、もう回を見るだけで、はい、どんどん膨張していくんです。ああ、なるほどね。何か性欲を抑える方法があれば、はい、ぜひ教えてください。お願いいたします。なるほど。というね。なるほどね。結構深刻かな、うん、深刻ですね。で、この静香ちゃんの入浴シーンでなんとかなりますって書いてあったんですよね、うん、書いてましたよ。これ収まりつくってことなんですかね、これでっていうことなんでしょうね。収まりつく、うん、まあ、やることをやれるっていうことなんですかね。あ、なるほど。すっきりできるっていう。あ、すっきりできるってことなんですね。あ、なるほど、なるほど。だと思います。はい。うん、まあ、そこで一旦クールダウン。クールダウン、うん、させることができる。なるほどなるほど。でもまた、うん、膨張しちゃうっていう。うん。すぐにね。回なんか見てしまったらもう、うん、見たいですよ。どえらいことになっちゃうんでしょうね。はいはいはい。はい。生活に支障をきたしますね、うん。なるほどね。なんか、あります、うん、吉野さん、対処方法。多分まあね、ぬれよんちんちゃんさん自身が、はい。多分あんまり自分のことを理解できてないんかもしれないですけど。ああ、そうですよ。自分自身をね。だ、ぬれおんちんちゃんさんの、血液ってね。血液、はい、はい。もしかしたら、ちょっと、こう、緑がかってるというか。ああ、そうですか。はい。っていう可能性があると思うんですよね。あ、見えました、そういう、スピリチュアル的なね。はいはい、でね、でね、血液が緑っていうのは、はい、要は軟体動物なんですよね。軟体動物。そうですね、だから要は、もう海綿体なんですよ。はいはい。だからぬれよんちんちゃん、全身海綿体なんですよ。全身ね。全身海綿体。頭のてっぺんから足の先まで。そうなんですか、うん、全身海綿体。なんですね。はい。はいはい。だ今は、その貝とか見たぐらいで、はい。こう、性欲が収まらないっていうので、まだ止まってるんですよ。まだそれ止まってるんですね。うん。だもっと衝撃的なこと見たら、はい。もう、服もはち切っちゃうし、うん。もう、ケンシロウ状態ですよ。はい。はい。になっちゃうんですよね。ボタン飛んじゃう感じでね、はい、全部。はい。うん、よっしゃーって感じなんですよね。はい、はい。はい。だからもう、うん、その自分が全身海綿体であるってことを受け入れないと、もうしょうがないんですよね。ああ、そっか。はい。はい。まあ、会社員っていうことでね。はい。49歳ってところが、元気ですよね。そうですよね。だから、もう、そういうことなんでしょうね。軟体動物なわけですから、もう。人間じゃない。人間じゃないんですよね。あ、うん、全身海綿体なんですから、もう。そうですよね。うん、だちょっとの刺激でもうどんどん膨張していくわけですよ。もう。もうどうしようもないんですよね、これは。どうしようもないですね。はい。どこに触れてもでってことですもんね。そうです。はあ、じゃあもう仕方ないっていうことですよね。ですよね。うん、だもう自分からもうみんなに宣言しちゃうんですよね。うん。僕は全身海綿体ですと。うん。だどんどんどん、ね、どんどん膨張していくんですみたいな。うん。うん。膨張もするし、硬くもなるし。うん。うん。まあそこはもう、皆さん理解してくださいと。うん。うん。言うしかない。ないですね。はい、そっかそっか。うん。はい、まあそうですね。はい。まあ、まあ僕が今、ゼロサノクさんの話聞いてて、はい、まあ今日も見えてきたんですけどね、はい、まあ、まあでも、結構、まあそうなってしまった、全身海綿体になってしまった、ぬれよんちんちゃん、はい、もっとね、はい、深いね、うん、あるんですよ、実は。そうなってしまった理由。はい。はい、うん、でそれをですね今日まあ
拭い去ることができれば、まあ、ちょっとはね、はい、今より、まあ、全身解明体なんですけどね、はい、まあ、刺激に強くなるっていうか、なるほどね、うん、まあ、結局我慢できればいいんです。そうですね、はい、いいんで、うん、まあ、なるんでね、ちょっとまあその参考になればと思うんで、はい、うん、まあ、オーラの話をさせていただくと、はい、まあ、真っ赤っかですよ。あ、うん、ね、まあ、血液緑だってことだったんですけど、はい、うん、まあ、情熱の赤ってことで、まあ、興奮しやすいんですよね、はい、やはりこういうタイプのね、はい、海綿体はね、うん、だから、はい、まあ、抑える方法っていうよりは、うん、これね、前世が絡んでるんですよ。なるほどね。うん、はい、ね、レオンちんちゃんのね、はい、前世、うん、前世でね、こういうことあったんですよ。あれがね、結局、はい、どんどん肥大していくっていう謎の奇病、はい、奇病にかかったんですよ、はいはい、うん、原因不明のね、はい、で最終的に本人よりでかくなったんですよね、はいはいはい、あれがね、はい、うん、そうですね、そういう病気がこう、まあ、日本でいうとこの室町時代とかに、その時代かな、流行ったことってあると聞いたことがありますね。なんか昔のなんか残ってますよね。そうですね、ま、うん、で、まあ、本人よりでかくなっちゃったんで、はい、うん、もうちょっと自分の存在意味がちょっとわからなくなっちゃってね、はい、まあ、結局あれについてる俺になっちゃったんですよね。ああ、なるほどね。俺にあれがついてるんじゃなくて、はい、あれに俺がついてるって感じになっちゃって。なるほどね。うん。で、そう、なるんですね。なっちゃうんですね。そうそう。うん、だどうしたかっていうと、はい、だ結局、だあれにね、はい、もう顔とか描いたんですよ。はい。して服着せて、うんうんうん、してもう俺は今日からあれだっていう。ああ、なるほど ね、うん、まあ、そういうことはあってね。で、まあ、でも見えないからね、うん、はい、あれになってたらで、うん、たまに苦しいし顔出すんですけどね、はいはい、したらまあキャーっていうふうに言われるんですよね、うん、そうですよね、周りにね、はい、まあ、エッチーってね、エッチー、うん、はい、そうですよね、うん、まあ、なんかだから、まあ、まああれが出てしまっているっていう感じに、うん、なっちゃって自分が、はい、まあ、そういう生涯を過ごしたっていう、まあ、無念だったんでしょうね。うん、辛い思いを過ごしたんですね。そう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 、はい、でもそういう、まあ、前世での出来事が今回現世に絡んできて、まあ、全身海綿体になっちゃって、まあ、その前世では全身海綿体体じゃなかったんですけど ね、人間だったんですけどね、うん、まあ、でも、うん、そのカルマをなんとかこう、はい、ちょっとでも解消する方法ってのはないんですか。ですか、ね、うん、じゃあ今日成仏させちゃおうかな。そうですね、ちょっとでもさせてあげないと、うん、回を見るだけでね、もう膨張しちゃうわけですから、うん、そうですよね、うん、それはやっぱりね、支障出ますから、うん、そっか、じゃあ、はい、ちょっとちょっとね、エネルギー使うけど、はい、やりますよ、じゃあ、はい、あ、お願いします、任せてください、はい、いきます、はい、うわい、ゼラチン酸素の96、ゼラチン酸素の96、うわい、はい、ああ、行きましたよ。行きましたか。はい、よかったこれ。ああ、ちょっと結構ねエネルギーね、あー、ちょっとすいませんね、今ちょっと、うん、いえ、ああ、ごめんなさい、ああ、大丈夫です、うん、はい、うん、うん、いやー、よかった、ああ、よかったねですね、うん、あれ、あれ、うん、あ、こっちに、あ、こっちに来た、あ、ぐわぁ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 、
なんとか追い払いました。大丈夫です。こっちに、うん、今、その、除霊した分がこっちにバーンと来たんですけど。ああ、危なかったっすね。はい、払いました。大丈夫です。僕が全身海綿体になるとこでした。はあ、すいません。ああ、そっか。はい、いや、やっぱ、電波、ね、通していっちゃったか。はい。危ない危ない。危なかったですね。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。もう行きましたね。もう行きました。もう行きました。いや、でも、ちょっと、もしかしたら今、ラジオを聞きのね、あなたのところにも行くかもしれないんでね。はい。はい。ちょっと気をつけてください。そうですね。はい。はい、いや、解決できた。ああ。ね。ああ、ですね。いや、いいことしたね、今日も。ね、本当にね。よかったです。はい。して、まだちょっと行けるかな？うん。じゃあ、ちょっと、もう一つ。はい。行きますよ。はい。はい。大丈夫ですか？ちょっと呼吸整えていきますか、はい。はい。じゃあ次の悩み相談です。はい。はい。ペンネーム。はい。下田歌劇ラブさんからの悩み相談です。35歳、はい、フリーターの方ですね。はい。はい。フリさんと、はい。136は、はい。キャリー・パリン・パリンさんというファッションモンスターをご存知ですか？はい。彼女のファッションはおだちすぎていると思いませんか？はい。もしかして実はキャリーパミパミさんが、はい、おだちの影の指導者、はい、いや創始なのではないですか？はい。あまりにもおだっているのに、はい、そこに触れないお二人の話を聞いていると、はい、そう思えてなりません。はい。これは大変重大なことであり、はい、明確に返答していただく事柄だと思います。はい。明確なご返答を求めます。036、死ねばいいのに。はい。なるほどね。まずね、なんか結構呼び捨てされますね、036。そうですね。前回からね。はい。まあ別にいいんですけどね。いいですか。はい。うん、あ、まあいいか。うん。てかね、これ、部長これ、はい。言っちゃって大丈夫なんですか？いや、ね、僕、正直、だから、036さんの、ちょっと動向を見ながら、はい、考えようと思ったんですよね。言っていい部分と。なるほどね。はい、ね、うん、まあ、この、オタチ部の部長の古さんからは、ちょっと言いづらいとは思うんで、まあ、その、ね、利害関係の、まあ、少ない僕の方から、そうですか、うん、言わしてもらいます。まあ、ここまで求められてるんでね。まあ、ね、答えないわけにはいかないんで。うん、そうですね。はい。はい、まあ、言わしてもらいます。はい。まあ、キャリー・パミパミュさんなんですけども。はい、いますね。はい。オダチブ、そもそもには関係はしてません。してないですよね。はい。うん。はいはい。ただ、はい。その、オダ教の方で、うん、要は、小田ちゃんと同期なんですよね。ああ、言っちゃいますか。はいはいはい。大丈夫か、はい、それ。それぐらいだったら。うん。はいはい。うんで、まあ、どう言うたらいいんですかね。まあ、二人、まあ、小田ちゃんとこのパミュも。パミュ、うん、うん。が、要はずっと仲良しで、いろんなその、おだつことに関しての理想っていうのを掲げてやってたんですけども。はいはい。いや、まあ、その、教会の方からね。うん。こう、いろいろ、指導が入るようになったんですよね。そうですね。うん。で、まあ、おだちゃんは、まあ、その教会の方に従って、うん。要は、言葉や動きで、心。うん。うん、で、おだつことこそが、うん。もう本当におだつだと、うんうん、っていうふうに、うん、っていう教会の流れに乗っていったんですよね。うん、そうですね。でも、うん、でもキャリーパンピャンさんっていうのは、うん、いやそうじゃないよと、うんうん、やっぱり外見からおだたないと、うんうんうん、これはおだちじゃない、うん、そうですね、うんうん、でそれを主張していったわけですよね。はいはいはい。でまあそのまあ、ドンパチになっちゃったわけですけども。なっちゃったよね、あの時、うん、はい。で、まあ、その、小田教っていうのは、まあ、そのまま残りの。で、うんうん、小田ちゃんも小田教の、まあ、幹部として、そのまま出世もしていって、まあ、会長まで
上り詰めたわけですけども、そうですね、はい、まあ、キャリューパイピアムさんっていうのは、まあ、脱退して、うんうん、新たにファッションモンスターっていうものをね、うん、立ち上げてそっちで活動するようになったんですけども、うん、そうそうそう、うん、まあちょっとトラブルはこの間、この間というか、まあ、2、3年前ぐらいから、うんうん、あるんですよね、うん、起き始めるようになって、うん、そうそう、うん、まあ、キャリーパンピャンさんが、うん、もうどん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 モンスターになっていったんですよね。そこがこうおだちすぎていってるんですけども、うん、まあ直接はそのおだち部としては関わってはいないです。そうですね、はい、まあ、そこははっきり言う、うん、流派が違うっていうことだけは、うん、ちゃんと言っとかないと、まあ、僕らは言っても、まあ、おだち流のね、はい、流れを組んでるんでね。そうですね、うん、直属なんでね、うん、うん、そうですからね、うん、まあ、元はね、うん、たどればあれなんですけどね、うん、そうですね、まあ、ルーツは、まあ、一緒のとこなんですけども、そうそうそう、今としてはもう僕らはこの教会の方から小田教の方の流れを組んでいる団体なので、うん、そうですね、はい、キャリューパンパンさんとは、うん、一切関わりはございません。はい、はい、ということです。まあ、うん、そうですね、うんうん、まあ、でも、まあ、知らない中ではないんですけどね、まあ、やっぱり言っても顔合わせることとかね、そうですよね、あるんでね、うん、うん、まあ、パミューってね、その時は呼ぶんですけどね、はい、まあ、でもあんまり深いとこまではいかないっていうね、うん、そうですね、まあ、ちょっと違うんでね、うん、まあ、彼女もね、もう、うん、ファッションモンスターなんで、ファッションモンスターですからね、うん、でも新たなね、このモンスターの古文って言った言葉はあるんですけども、うん、はいはい、弟子をね、うん、いっぱい作って、そうそうそう、うん、ファッションモンスターってもう歌いまくっちゃってるんでそうそう、やっぱり、うん、僕らの流れとは交わえないなっていうのは、もうどうしてもそれは、そうですね、はい、うん、まあ、でもあんま言ったら喧嘩になるんでね、うん、そうですよね、まあ、うん、まあ僕らもね、うん、まあ、そ やっといてくれっていうふうに、ね、ね、まあ、そういう感じでね、まあ、 うん、こういうお立ち方もあるんだっていうことは、そうそうそう、全然理解できますし、はい、尊重はしてますんで、うん、うん、そうですね、うん、でもこれね、うん、あ、もうそこまで言ったらね、はい、言っちゃうんですけど、はい、これちょっと0363さん知らない話かもしれないですけど、はい、ちょっと僕ね、はい、まあ、やっぱり部長なんでね、はい、まあ、ちょっと、うん、ちょっとこういうことがあったんですよ実は、はい、まあ、いるじゃないですかその、はい、ファッションモンスター、はい、まあ、ね、ファッションモンスターになってしまった、はい、まあ、そのあるんですよ原因が、 やはり、あ、そうなんですか、うん、だってもともとね、うん、あれだったのに、うん、実はね、はい、これもう皆さん知ってるんですけど、知ってる人なんですけど、はい、あいついたじゃないですか。はい。はい。あいつ。はい。初代チャンピオンの方ですよ。はい。ね。あ、はいはいはい。蛍光色のね、吊るしてるビキニね。はい。やってる。あいつの、実は、はい、妹なんですよね。知らなかったですよね、これ。うーわー、あれ、いや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 、でも言われたらなんかそうかーってなりません、ちょっと。そうなんですけど、いや、そんな全然言ってなかったですよ、彼女。いやいや、うん、あんまりね、だから言いたくないっていうのはね、まずね、まず、その パミュー、はい、パミューがちょっと3歳頃、3歳ぐらいの時らしいんですけど、まあ、両親がね、うん、まあ、急に、ナメック星に行くって言ってね、はい、いなくなったらしいんですよ。へぇ、パミの前からね。はい。うん、で、まあ、それっきりなんですけど、まあ、だから、兄とね、はい、あいつね、はい、あいつと二人でそれから一緒に、そうなんすか、うん、生活してきたんですよね。いやいやいや、まあ、そういうことはあっ
って。いや、先週会いましたよ、僕。キャリーパンパンと。会いました？電話かかってきて。ああ、はいはい。何したのって聞かれたんで。うんうん、うん。いや、歌じゃないでちょっと暇してるよ、みたいなこと言ったら、はい。一緒にマーガリン舐めようよ、って言われて。はい、うん。そうそうそう。じゃあ、一緒に、うん、じゃあいいよ、って言って。うん、舐めるって言って。行ったんですか、うん、うん。で、札幌まで来てるから、って言うんで。はい。お、来てたんだ、札幌。はい。で、札幌に行って。はい。一緒にマーガリン舐めてたんですよね。でも、そんな話、全くしなかったですよ。しなかったですか。うん、なんか言いたそうにはしてたんですけど。あ、ですよね。いや、だから僕も違うんですよ。はい、あいつの方から聞いた話なんでね。ああ、そうなんですか。はいはい。あいつと結構連絡取るんで。うん。やっぱパーミューの方から言えないんでしょうね、なかなかね。そうなんや。で、そう。どうしようでもそんな聞いてしまって。ああ、ちょっとね、これから接し方がね。選手じゃない、来週会うんですよ。ギロッポンで。あ、パーミューとギロッポンね。はい。はい、ああ、そうなんですか。いや、ちょっと、知らないことにしといてもらえます、うん、なんか変な感じに、ね、なっちゃうから。うん。なんかいいブルーベリージャムが手に入ったんだって言って連絡来て。あ、本当ですか。はい。一緒に舐めしようよって言うんで。いや、なん俺の方来ないんですね。ちょっと、ゼルサノクさんね。なんか、うん。そうなんだ。うん。どうギロッポン、ギロッポン、ギロッポン来ないって、うん。あ、そうなんですか。うん。でも、いいっすよ、って言って。行くんですか、じゃあ。来週。そうですね。はぁ。でね、まあ、はい、で、はい。まあ、二人で、ずっと、ね、成長を共にしてきたらしいですよね。ああ、なるほどね。まあ、で、あいつはね、はい、まあ、ずっとあれしか着てないらしいんですよ。はい。子供の時からね。はい。うん。まあ、貧乏だからかな。ああ。まあ、布代、まあね、あれ、まあ、お金かかんないじゃないですか。そうですね。うん、まあ、洗ってもすぐ乾くしね。はい。だからもう、あれしかね。来てなかったらしいんですけど、ね、うん、だから、はい、うん、まあだから妹にはね、はい、まあそういうわけにいかないじゃないですか。うん、そうですね。うん、だからまあ妹だけはせめて、いい服着てくれ、いい服着てくれってね、あいつもね、いい兄貴ですよね。だからそういう過去があったんや。そうそう、それでいろんな服着せてたら、ファッションモンスターになったっていうことなん。みたいなんですよね。なるほど、そうなんか。そういういきさつがあったんですよ。だから。そうなんや。だからあいつに頼まれたんですよね。だから、まあ、036さんにも言っといて言ってたんですけど、だからまあ、フルさん、036、はい、あいつのお立ちは見逃してくださいと。あ、まあ、あいつは、まあ、俺の夢であり希望なんです。うん、なるほどね。うん。あいつからファッション取ったら、まあ、俺がね、はい、今まで、これでやってきた意味がないんだよって。なるほどね。うん。頼ますって。ああ。俺これでずっと。あ。そうなんや。うん、いや、でもこれ、知らない方がよかったな、俺。そうっすね。でもまあ、知ってしまったんでね、しょうがないですよね。そうなんですよね。いや、どんな顔したを、まあ、おー、困ったな。いやでもまあしょうがないわ、ね、もうそんなね、聞いてしまった後にああだこうだ言うたところで、はい、もうしゃあないから。そうですよね。うん、まあとりあえず本人にこういう話は聞いたっていうのは言わないけども、うん、頼みますよ、うん、と僕もね、頼む、うん、あいつの方から、うん、そういう感じだったんでね。そっかそっか。でも、まあそれでね、うん、まあ、多分聞いてくれてる今ね、うん、方も納得してくれたんじゃないかっていうふうに、うんうん、なるほどね。思いますからね。はい。うん、はい。まあ、何でしたっけ、質問。あ、質問ですか？あ、要は、あ、カキャリーパイパイムさんが、オダチ部の影の指導者なんじゃないのかかっていう、うん、あ、そうそうか、うん、そうか、
まあ、そうじゃないよっていうことですね。そうじゃないよってことです。うん。わかりました。そういうことです。はい。じゃあ、解決しましたね。ですね。いやー、ちょっとね、またね、早いな。うん、そうですね。時間来ちゃったんでね。まあ、ちょっと一旦ね、この、おだつの泉っていう、まあね、またね、そうですね。機会があれば、はい、うん、やっていければと。そうですね。ちょっと毎回こればっかりやってたらね、うん、ちょっとね、うん、まあ、飽きちゃうかもしれないんで、そうですね。はい。また機会があれば、やろうと思います。はい。はい。まあ、今日は、そんなところなんですけれども。そうですね。今日なんかあります?お知らせ。お知らせです。お知らせですか?はい。そうですね。なんかね、今ちょっと巷で有名っていうか、なんかいろいろこう話題になってるらしいんですけども。はい、はい、はい。なんかインターネット上で。はい。いや、ドサンコウィッキーっていうのがあると。ドサンコウィキ。はい。なんかウィキペディアのような仕組みのなんかウェブサイトらしいんですけども。はいはい。要は北海道のことを限定してる、なんかこうそういうサイトらしいんですけどね。そういう北海道の情報が載ってあると。あ、そうですか。あれ、はい、ドサンコって意味はちょっとわかんない人ももしかしたらいるかもしれないですけど、ドサンコっていうのは、まあ。まあ北海道人。北海道、そうですよね。うん、っていうことですね。うん、道産。の子っていうことですもんね。ドサンコ。はい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 。まあ、ちなみに、はい。まあ、ちなみに、コンサドーレ札幌っていう、うん、あのね、J リーグのチームなんですけども、うんはいはい、そのコンサドまでは逆にするとドサンコになるんですよね。うん、そうなんですよ。はい。まあ、そういうのかかって、コンサドーレ。そう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 。まあ、ドーレっていうのはイタリア語かな?なんか。あ、そこも絡めてんですか、うん、で、コンサドーレってしてるらしいですけど。あ、そうですか。そこちょっと分かんなかった。はい、そうなんですね。はい。で、まあ、だから、ドサンコっていうのは、はい。道産、北海道産の人っていう、はい。はいはいはい。だから、その北海道のことに限定した、この情報が載ってる、ドサンコ一揆っていうのがあるらしくて、まあそこに、この、小田チューブのことであったりとか、はい。まあ、古さんのことであったりとか、はい。まあ、僕のこともなんか書いてるらしいんですけども、はいはい。そういうのが出てきてるよと。あ、はいはいはい。うん、いうのこの間稚内で聞いたんですけども。稚内でね。はいはい。まあ、宗谷岬で、こう、黄昏れてると、池の後ろから、そんなこと言われたんで。誰に?はい。え、誰なんでしょうね。知らない人。うん。ああ、めっちゃ親切な人ですよね。はい、いや、有名人になりましたね。テロ36さんも。ですね、はい。もう、わかった。てるんですよね、テロ36っていう、ね。うん、分かってるみたいですよ。分かって言ってきたんですよ。うん、うん、みたいですよ。はあ、そっか。うん、はい。まあ、そういうものあると。うん。はいはい。のあるんだ、あるんだ、これ、ドサンコイキ乗ってるべや、って言われて。はいはい。で、は?って言って。はい。いやいや、あんたゼロ三六だべ、とか言って。うん。いや、そうですけど、って言って。はい。ほんと、そう、ドサンコイキで乗ってるべや、って言って。はい。いや、そのサイトがよくわかんないんですけど、って話。と、見てみなってよ、って言われてるんで。はい。まあ、本当に、検索して調べたら出てきたんで。出てきたんですね。あらあら、って、はい。はいはい。なるほど。ちょっとそれもね、はい、ちょっと、要チェック。あ、ですね。はい。はい。説明のね、また YouTube のとこから、それもね。そうですね。いけるようにしときます。はい。ねえ、うん。なんかその、そうだ、その説明のところから、はい。で、ちょっと生き方わかんないとか言ってる人、ちょっといたんですけど、出てるんですよね。YouTube、ね、うん、多分ね、ブログからね、うん。はいはいはい。見たら、あれなんですよね。多分出てこないのかな。うん、なんか、ね。なんか YouTube で見るみたいな風にできますよね、確かそうですね。ですよね。はい。そうすると説明も、後で出てくる、ねうん。そうですね。はい。なんかもっと見るとかいうタグがあったと思うんです。確かね。うん、全部出てないんですよ。その説明が。ああ、そうですよね。ですよね、うん。そこちょっとクリックしてもらうと、まあ、全部見れると。見れると。はい。なってますんで。はい。ちょっとチェックしてみてください。はい。はい。まあ、こういうことがありましたっていうことですね。はい。いやー、はい、なんか、どんどん注目
されてますよね。そうですね。うん。おだち分もね。ですね。なんか聞いて、ちょっとちらっと聞いたんですけど。はいはい。これ北朝鮮で流行ってるんですか、今。あ、そうなんですか？はい。北朝鮮で？北朝鮮で流行ってると。今、ぴょんぴょんやんで大ブームや、みたいなことをなんか、誰だったかな、なんか聞いたんですけどね。流れてるんですね、これ。みたいですよ。あ、まあ、流れてるというか、まあ、見れますかね。見れるか。はいはい。へぇ、ちょっと、そっちで有名人になってるかもしれないですね、はい、もしかしたら、僕たちもね。みたいですよ。あ、そうなんで、よりによってそこですか。よりによってそこなんですよ。はぁ。キム・ジョンナンめっちゃ笑ってるみたいでしょ。笑ってるんですか。はいはい。いやー、でも、そこで流行ってもっていうのあるんですけどね。まあ、ね、うん、喜び組が喜んでまくってるっていう、なんかそんな、なんか聞きましたけどね。いや、でも、うん、情報定かでないですけどね。まあ、国が国なんで。うん。はい。いや、まあ、で、まあ、火のないところに煙は立たないんでね。そうです、まあね。うん。あるかもしれないですね。うん、まあでもちょっと僕日本にいるんで。そうだもんね。まあちょっと日本ってね、もうちょっとね、やっぱり、うん、盛り上げてね。そうですね。行きたいなっていう。で、まあ僕たち二人とも今北海道にいるからね。そうですもんね。まあまずは北海道からかなっていうね。はい、それはそうですよね。うん。ことで、まあ、はい、ゆくゆくはね、そっちが、まあね、全国各地。うん。まあ、足運びたいですよね。そうですね。全国にね。全国にね。はい。うん、まあ、だからし、番組やりたいんすよ。そうですね。ちゃんと。番組やりたい。シェア番組とか。はい。やりたいですね。やりたいっすよ。はい。誰か聞いてないかな、そういう関係の人ね。テレビ関係の人ね。僕たち頑張りますよ、本当に。うん、ね、うん。もう動きがついたらね、そうもっとこう、おだてられるね。もっとね。うん。おだちが伝わると思うんでね。伝わるんでね。はい。いやーちょっとね、ほんと、なんかいい話ください。はい。テレビの制作会社の方とかいらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひ、こう、そうそう。ご連絡いただきたいなと。まあちょっと、その、ちょっと、コネ持ってるとかね。うん。ですね。まあそういう人でもいいんでね、ほんとね、お願い。お願いしますよ。お願いします。はい、頑張るから、ね。まあギャラは高いけどね。まあそこはね、やっぱり、うん、うん、ちょっと、少なくはできないな。できないな。まあ、680万ペントヌーンぐらいはやっぱり、そうですね。欲しいかな。最低ね。最低ね。うん、はい。まあでも、交渉次第なんで、ね、そうですね。そこはね。うん。うん、まあ、交渉の余地はあるんで。そうですね。600、まあ、15くらいだったらちょっと頑張れるかもしれない。うん、ですね。まあ、条件によっては、ね。そうですね。うん。うん、まあ、ぜひぜひね、いいお話ください。はい。お待ちしてます。テレビ関係者の方、お待ちしてます。お待ちしてます。はい。はい。ということで、まあ、今日ね、はい、まあ、お分かりになるんですけど、はい、まあ、前回ちょっとお知らせしました、はい、オダチーブのテーマソング、はい、PV もね、はい、完成しましたんで、はい、まあ、今日はそちらをね、流してお別れしたいと思うんですが、はいか。はいはい。これちょっと見てもらって、ええ、ちょっと、この曲欲しいとかね。はい。要望あれば、はい、まあ、パソコンを持ってる人だけに限られちゃうんですけど、はい、ちょっと MP3 でね。ああ、なるほどね。無料で、今回、プレゼントしちゃおうかなっていうふうに。いいですね。思うんで。うん。ちょっと僕のブログの方にね、その、まあ、申し込みっていうかね。はい。あれ、載せておきますんで。はい。ぜひ、持ってってください。そうですね。で、もう、はい、聞いてください。で、流してください。ですね。うん、いろんなとこでね。うん。まあ、MP3、まあ、今だったら、まあ、そういう、MP3 プレイヤーとかね。うん、まあ、スマートフォンとかにも入れれると思うんでね。そうですね。うん。まあ、プレゼントしますんで。はい。はい。ぜひ。で、そのプレゼントの時に、ね、うん、ご応募ね。
はい、してもらって、まあ、ちょっとね、やっぱりメッセージとかね、添えてもらえると。そうですよね。うん、そういうの欲しいですよね。欲しいんでね。はい。うん、はい、お願いします。はい。はい。はい、それでは、それをね、今日流してお別れいたします。はい、それでは、笑って、また次回お会いいたしましょう。フルト036がお送りしました。じゃあねー。See you next week. バイバイ。かいいなー。全般に乗ってどこからともなく笑顔で現れる我らは座を立ち部君がピンチになったその時は決して焦らず早歩きで向かうよ君ですかあすんごい日で気に浮かしてる夢の恋や背景色が踊ってるこのオブジェには白ワインが合うオーダーチープはいつも爽やかに YouTube 活用しおだちまくってるピーチリオと分け15分でいいから深夜番組枠欲しいブギウギ専務のポジション欲しい世界平和を守るためいつもプールサイドで走る人に注意する座を立ち歩地球のピンチを感じたらすぐにやっぱり焦らず早歩きで向かうよ成功は近頃上田さんが冷たいマッキー蛍光色が目に染みるメーカーにより異なったぬい目オーダーチープはいつもアクティブに YouTube 活用しオーダーチまくってるピッチリ横分け 2,3 分でいいからワイドでコーナー欲しい星沢先生と一緒でもいい地球全体をダッチブイオダ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 オ